新年度もいよいよスタート。今回は西和賀の新社会人フレッシャーズを紹介します。まずやってきたのは清流を望む露天風呂が自慢の色彩の宿ふるさと。調理師として美味しい料理をお客様に提供したいと思います。お客様が喜んでいただけるよう私なりのおもてなしをしたいと思います。笑顔でお客様を迎えられるように頑張ります。皆様のお越しをお待ちしております。続いては西和賀の食料品といえばここスーパーオゼン。いち早く戦力になれるよう自分から学びに行きます。元気に笑顔でお客様をお迎えします。一つ一つの行動を早くするよう頑張ります。スーパーオゼン湯本店でお待ちしております。町内の保育所にもフレッシュな保育士さんがお目見えしました。社会人1年目として不安もありますが、子どもたちと毎日明るく元気に過ごしていける保育士として頑張りたいと思います。仙台保育所勤務になりました戸田遥香です。子どもたちや先生方の元気に負けないように笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。最後に町長から激励を。役場の仕事は住民の皆さんのお役に立たなければいけないということです。民間会社の皆さんもお客様に素晴らしいサービスを与えなければいけない、そういうところだと思います。来ていただけるお客さんにいかに喜んでいただくかということを工夫する、考える、そして実行するということが自分自身を成長させる力になると思います。ぜひ初心を忘れないで頑張っていただきたいと思います。西和賀の未来の担い手として頑張ってね、フレッシャーズ。